Welcome to UGK 2. UGK will spark your chemistry with sports and English. So, today, before we start today, I want to thank all the people who's working tirelessly on the front line against COVID-19. Thank you for your dedication and hard work. さあ、today is April 26th. We'll look at New York Times. And こうやって見ても、昨日もお伝えしましたかね、これ NFL ドラフトの記事から更新されていませんでした。今日現地時間土曜日です。で、その他の記事ちょっと読んでいきましょうか。まずはこちら、UFC の記事です。UFC says its fights are back on next month in Florida。UFC は言います、フロリダで5月に、next month に、戦いを戻しますというふうに幹部が言っていたということですね。The Mixed Martial Arts Organization, which had to cancel plans to stage fights California, said it would hold at least three events in May.ミックスマーシャルアーツの組織が、カリフォルニアで戦いを、企画していましたが、それをキャンセルせざるを得なかった、ですけれども、今度5月に3つのイベントを開催しますと、いうことで伝えたということですね。で、これフロリダで行われるというのは、フロリダはちょっと今規制が緩まってるんですね。で、今、スポーツイベント関係者と、全米放送に関わる、その従業員というのは、働いてもいいと、外に出てもいいという許可が下りたんですね。まあ、ですから、これで、大義名分ができて、イベントを開催できるということに、デーナ・ホワイトさんになりました。さあ、でも今度はこちら、こちらですね、The Day in No Sports という、スポーツがない日々でという、これまた、コラムなんですけれどもね、ちょっと詳しく見ていきましょう。World Chess Moves Online。世界のチェスのはオンラインに移行しています。But, check, don't cheat, mate. しかし、いわゆる、これチェックメイトっていうのは、チェスで詰んだ時にチェックメイトっていうんですけども、それにちょっともじって、But, check, don't cheat, mate. っていう、チェックして、味方を騙さないでよ。要するに、対戦相手を騙さないでね、という、ちょっと、皮肉が入ってるんですけれども、ちょっと読んでいきましょう。Grandmasters、これはチェスの達人のことを言います。Grandmasters compete from the safety of their own homes、グランドマスターたちは安全な自分の家からコンピート、競争します。But it's now much easier for players to cheat。しかし今、もう選手たちは簡単にズルをすることができます。Plus、それプラス、The slow return of sports in some parts of the world。スポーツの、リターンが、いわゆる復帰というのがちょっと、世界では遅れている。そしてオートレーシングインサウスダコタも、トピックに上がっていますということで、ちょっとトピックをバンバンバンと並べていって導入部分になっていますが、まずはね、これ一番ね最初に出てきたのはこちら、マグナス・カウセンさんというこのチェスの達人がいて、この方が、結局チェスのチャンピオンシップも、今回のパンデミックでなくなってしまったんですね。で、この方がオンラインのイベントを開催しているんですけれども、今やそのオンラインのイベントも普通1対1で対戦していたら、その対戦相手の動きっていうのは逐一分かるんですけども、例えばそれぞれが家にいてオンラインで対戦して、この碁盤だけというかこのチェス盤だけが映っていたら、その以外のところで何やってるか分かんないじゃないですか。そこで容易に例えば iPad などを、ね、使って今ズルができる時代だということなんですね。ですから、こういったオンラインのイベントも、3つぐらいそれぞれにカメラを置いて、その自分が打っていない時の様子も、監視するというような内容でした。ね、あとはですね、これ陸上の大会、オスロでの大会は6月11日にこれ開催されるみたいなんですが、ワンオンワンイベント、1対1で差しで勝負するような、イベントの進行法、進行の仕方、あとはソロレコードアテンプトですから、1人で記録を達成できるかどうかというチャレンジみたいなことになるということですね。ですから人と人と濃厚接触は禁止ですから、そういった形は行わないということでした。あとはアメリカの今度はサウスダコタ州で、レーシングが行われるということですね。サウスダコタ州というのは、アメリカでも数少なくて、今いわゆるステイアットホームオーダーがマンデーといわゆる義務になっていない州なんですね。ですから、
まあ、そういうあまり人がね、飛び抜けて多いようなレーシングの、イベントじゃないので、まあ、予定通り今週末に、レースウェイでレースパークで、そういった大会を行うということを伝えていました。まあ、ですからこうやって徐々に、まあ、小さなイベントではありますけれどもスポーツは戻ってきているというね、そんな記事でした。さあで最後は、ちょっとこちらの記事見ていきましょう。これトビー・ゲーハートというね、僕昔好きなパワーバック、ランニングバックだったんですけど、その方が、寄稿文を寄せられて今これ掲載されていました。ちょっと文章長いんですけれども、ちょっとね、さらっといきます。How NFL draft day began the end of my 22-year football career、どうやって NFL のドラフト日が私の22年間のフットボールキャリアに終止符を打ったかというような内容でした。で、こちら、このランニングバックがトビー・ゲーハート、A former NFL running back、元 NFL のランニングバックが、どうやって彼が100万分の1から、100万人と同じになったかを回想します、リフレクトしますということで言っています。まあ、これはね、まあ、その NFL の世界の厳しさみたいなものも彼がね伝えているんですけれども、そのトビー・ゲーハートという選手も、大学時代は、カレッジフットボールのリーディングラッシャーになって、ハイズマン賞候補でも、まあ、結局2位でね、受賞はできなかったんですが、まあ、2位になって、でしかもドラフト2位でミネソタ・バイキングスに入って、自身の子供の頃からの夢である NFL スター、NFL 選手になるという夢を達成したんですね。ただ怪我が重なって、2014年には、スターターの、ね、契約金をもらいながら、やはり怪我で稼働できなかった。となると2015年、もう翌年のドラフトにはもうチームが上位指名、36位指名ですか、これ二巡の上位指名ですよね。で、他のランニングバックを指名したということです。まあ、これを聞くだけで、あ、チームはもう俺のことを計算してないんだなっていうのは選手うすうす感じるんですけれども、まあ、まさにね、そういう状況が起こったということでした。でこの中で、ゲーハートも言っているんですが、まあ、NFL に入ってね、まあ、本当にあの自分も夢を叶えて、そして例えば自分が入ったバイキングスにはブレッドファームというクォーターバックがいて、で自分の名前もねゲームの中に登場するようになって、まさにアメリカンドリームを手にしたんですけれども、それと同時に試合終わった後なんかはもう手も挙げられないぐらいになって、自分の妻や、お母さんとハグすることすらもできないぐらい体が痛んでいたということですね。でこれね、あのその中でちょっと面白いなと思った記事がこちら。 Not for long is an appropriate nickname for the NFL。NFL のニックネーム、正しいのは Not for long です。長くは続きませんよというリーグなんだということを言っていました。で平均の選手寿命も 3.3 年、ね、で NFL のルーキーのシンポジウムで言われるのは、君たちに2つだけ保証してやろうと。1つは必ず怪我を目立ちますする。もう1つは君たちが思っているよりも早く解雇通告を受けるということを言われたということなんですね。それぐらい厳しいリーグなんだということをまざまざと感じています。で本人も結果その、ね、2016年に引退するんですけれども、まあ、その時にねやっぱりこうゲーハートなんかはスタンフォード大学を卒業して NFL 行ってますから、普通ならばじゃあ次就職したらいいじゃんと思うんですけれども、やっぱり本人は相当失望してすぐにはリスタートできなかったということで言っていました。ねで、みんなも、そういう人がスポーツをね、やめて、空白になっている人も多いと思うというような話をしていましたが、まあ、最後はね、本人も、そういった、人たちを勇気づけるような言葉を言っています。とにかく、これね、アスリートというのはいつも、ね、このお金にいわゆるもう価値で測れないようなレッスンもスポーツをするだけで得ているんだという話でした。で、規律と忍耐力、しんどい練習から得られる規律と忍耐力っていうのは、スポーツを離れてどの世界に行っても必ず生きてくるから、今は失望していても自信を持ってセカンドキャリアに進んでいくんだというね、最後は、まあ、非常に心強い言葉でした。まあ、今で言うとね、例えば甲子園球児なんかも、例えば今高校3年生の人なんかはこれパンデミックに当たってしまって、ちょっと満足のいくシーズンができていない、まあ、スポーツこれの役に限らずですよね、アメリカンフットボールもバスケットボールもみんなそうだと思います。
でそれで結局それがその人のスポーツ人生もしかすると最後になるかもしれないという中ではありますけれども、ただこれまで一生懸命やってきたのならば必ず次の、自分の人生にも役立つというふうに、ねメッセージを出しているように私なんかは感じました。 So did you feel the chemistry? Barry, you've been sleeping all day. You having a nap? Come on, Barry.Anyway, did you feel the chemistry? I believe you did. All right, it is.